藤田和幸、藤田和幸、藤田和幸、1970年10月16日体は、日本のプロレスラー、総合格闘家、千葉県船橋市出身、藤田事務所所属、家賃を松陰、高校、日本大学分理学部卒業、プロレスラーのアントニオ猪木を師匠とし、チョッキイズム最後の闘魂継承者と呼ばれる、チョキのテーマ曲だった、 ホノオヌファイターのオーケストラバージョンをテーマ曲にしている。レスリングを経てプロレスデビューし、総合格闘技選手としての活動も同時並行して行っている。レスリング技術も叱ることながら、その強靭な肉体から繰り出される圧倒的なパワーからの攻撃は常に強力で、トップクラスの外国人ヘビー級選手であっても、マットに沈めるほどの威力を持つ。 さらにテイクダウンからの打撃、けさ固め、肩固めなどの技を得意とする。プライド発足当時から数々の競合外国人と対戦し、その実績から日本人最強のプロレスラーとの呼び声も高い。この点については、船木選手もセメント最強のレスラーは誰だで、藤原選手や猪木選手、前田選手を含め全員が最高の状態で戦った場合、勝つのは 藤田選手だと思うと発言している。近年は総合格闘技よりもプロレスでの活動が多くなっている。日本大学在学中に1989年よりレスリングで全日本学生選手権4連覇を果たした。1993年に大学を卒業してからは新日本プロレス職員としてアトランタオリンピック予選に挑戦したが敗退し、 全日本選手権2度優勝の実績を残して、レスリングは引退。1996年に新日本プロレス、以下、新日所属のプロレスラーになり、11月1日に長田博士戦でデビュー。2000年1月4日、新日東京ドーム大会で肝と対戦。膝蹴りが急所に入ってしまい、4分2秒反則負けとなった。 この試合を最後に新日本プロレスを退団。一時はより格闘技色の強いリングスへの参戦に傾いていたが、アントニオ猪木が経営する猪木事務所所属となり、2000年1月30日のプライドグランプリー2000開幕戦でハンスナイマンに一勝ち、総合格闘技のデビューを飾る。2000年5月1日、プライドグランプリー2000決勝戦の2回戦で当時、 霊長類最強の男と歌われたマークケアーに判定勝ち。桜場和氏がホイスグレーシーを90分の死闘の末破った直後の試合だったが、それ以上の大番狂わせと言われた。しかし、準決勝のマークコールマン戦では、ケアー戦での左膝人体帯の損傷により、会直後にタオルが投入され、t k を負けとなった。2001年4月9日、 新日のリングで、スコット・ノートンを下し、第29代 IWGP ヘビー級王者となった。6月6日に、長田博史、7月20日にドンフライと防衛成功。2001年8月19日、k 1アンディ・メモリアル2001で、ミルコ・クロコップと MMA ルールで対戦。3度目のタックルに、カウンターの左膝蹴りを合わせられ、左眉横から大出血。 ドクターストップ負けとなった。人気選手となった2001年には、サントリーの缶コーヒーボスコーヒーのテレビ CM にアントニオ猪木と共に出演したり、アニメ映画、レジキャラットに声優として出演するなど多彩な活動した。2001年12月、練習中に右アキレス腱を断裂。大晦日の猪木ボンバイエ2001出場及び2002年1月4日に、 予定されていた、長田博史との IWGP ヘビー級選手権試合はキャンセルされ、1月4日のリング上で挨拶を行い、IWGP 王座返上が発表された。2002年7月20日、9ヶ月ぶりに、新日札幌大会における下記元剣人戦で、復帰し、スリーパーホールドで一本勝ち。2002年8月8日、u f o レジェンドで、 安田忠夫と対戦し、片固めで見込み一本勝ち。2002年12月31日、猪木ボンバイエ2002で、ミルコクロコップとの再戦に挑むも、判定負け。2003年6月8日、プライド26で、プライドヘビー級王者エメリアエンコヒョードルと、ノンタイトル戦で対戦。右フックでヒョードルをぐらつかせる場面もあったが、最後は、 スリーパーホールドで一本分け。2003年12月31日、猪木ボンバイエ2003で、元 IBF 世界クルーザー級王者イマム、今夢フィールドと、寝技20秒限定ルールで対戦し、スタンド式方固めで一本勝ち。当初は、WBO 世界ヘビー級王者レイ・マーサーと、対戦予定であったが出場キャンセルとなり、当日になって、対戦相手変更が発表された。 2004年5月22日、K1 ロマネックスにおけるボブサップとの野獣対決にサッカーボールキックでタップアウト勝ち、リアルビーストと呼ばれるようになる。2004年6月5日、大阪府立体育会館において、棚橋博史と IWGP ヘビー級王座決定戦、ボブサップの王座返上によるを行い、サッカーボールキックからの小勝ちに追い込んだ。ただし、 前年のアルティメットクラッシュでは棚橋にタックながらピンホール負けを喫している。2004年12月31日、K1 プレミアム2004ダイナマイトでアテネオリンピックレスリング金メダリストカラムイブラヒムと対戦し、右クで小勝ち。2005年4月、長田博中西学剣道家臣とレスリング軍団チームジャパンを結成。 2006年2月1日をもって猪木事務所から独立し、藤田事務所を設立。2006年5月5日、プライド無差別級グランプリ1回戦でジェームストンプソンと対戦し、右フックで小勝ち。2006年7月1日、プライド無差別級グランプリ2回戦でバンダレーシウバと対戦し、右フックで倒され、サッカーボールキックの連打でタオルが投入され、 tk を負け、シウバは、郷土ル欠場による代役であった。2007年4月8日、プライド34でユフック対プライド対抗戦として、ジェフ・モンソンと対戦し、スリーパーホールドで一本負け。2007年12月12日、プライド、プライド FC ワールドワイドとの契約を解除したことを発表。12月31日の、 K1 プレミアム2007ダイナマイトへの出場オファーはあったものの出場は実現しなかった。ダイナマイトの前日記者会見で、ピーターグラハムが、藤田が試合をキャンセルした。腰抜け野郎と挑発を行った。2008年3月5日、戦局肌上げ戦線局第一陣で、ピーターグラハムと対戦し、ノースサウスチョーク、公式裁定は、スピニングチョークで一本勝ち。 前日記者会見では、グラハムの挑発に乗り、こんな胸クソ悪い奴は初めて、この戸坂野郎と発言し、乱闘寸前の騒ぎを起こしたが、試合後は、両者共に、お互いを称え合った。2008年6月8日、戦局第三陣で、トラビスビューと対戦するも左のジャブでダウンしたところに、パウンドを打ち込まれ失神 TKO 負け。2009年8月2日、 戦局第9人で、ブラゴやアレクサンドル・イワノフと対戦し、1から2の判定負け。試合後、師匠のマルコ・ファスが判定に対する不満を露にした。2009年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009のドリーム VSSRC 対抗戦で、アリスター・オーフレームと対戦し、左膝蹴りで小負けを喫した。エプロンサイドで倒れたまま自力で起き上がれず、 短歌で退場。病院に搬送され、重度の脳震盪と診察された。翌日意識は正常になったが、長期休場を余儀なくされた。2011年8月27日、イノキゲノムフェデレーション、イグフの両国国技館大会、イノキゲーノメ、スーパースターズフェスティバル2011で、ジョシュ・バーネットが契約問題により欠場となったため急参戦、1年8ヶ月ぶり、 復帰。2012年7月14日、イグフ、ゲノメ21で、ジェロムでバンナを破り、イグフ王座を奪取。2012年9月9日、長田博士のデビュー20周年公表となった、新日東金大会に来場。なお、藤田が、新日の大会に来場するのは2005年10月、以来。2012年10月16日、イグフ、 ゲノメ23の試合後に宿敵、小川直也を呼び込んで激しく挑発。2012年12月31日、イモキボンバイエ2012で小川にレフェリーストップで勝利したが、試合後にチョキ及びイグフを激しく批判した。2013年12月31日、イモキボンバイエ2013のイグフ選手権試合で、石井里氏と対戦し、判定負けで王座陥落。 所属した新日本プロレスでは練習生時代から評価が高く、そのズバ抜けた身体能力と強胆な性格を買われていた。デビュー後も前座ながら期待され、1998年における超集力最初の引退試合の対戦手の一人にも抜擢されている。なお、小川直おのプロレス転向に伴うトレーニングパートナーとして帯同し、その際に、さやまさとしにその身体能力を 化け物と評された。その後も、新日本プロレスからは期待のマッチメイクをされ、2000年のドーム大会では総合格闘家の肝と対戦した。しかし、自身のプロレス的応力に疑問を感じ、より格闘職の強いリングスへの移籍を考え、最終的に、直金事務所所属で、プライドに出場することとなる。プライドでの活躍を経た後は、 プロレース界でもトップレスラーとして扱われるようになり、2001年4月9日に、第29代の IWGP ヘビー級王座を獲得。その後も2004年6月5日に、棚橋博史、2005年7月18日に、天山広吉を下し、計算度獲得した。しかし、総合格闘技との兼ね合いで、リングに上がるのは、ビッグマッチ中心。 かつほとんど巡業には参加しないスタイルに、長野正弘が苦言を呈することもあった。また、対戦相手に勝つことだけを重視した、総合格闘技的なスタイルや、プロレスの試合を組み立てる上で重要となる、相手の技を受けることの軽視、時に、プロレスに対してのモチベーションの低さを感じさせる、露骨な態度は、プロレスファンに非難されることも多かった。2006年1月4日の、 新日東京ドーム大会のメインイベントで IWGP ヘビー級タイトルへの挑戦が決定していたが直前の12月になり何の説明もないまま試合には出られないとしてドーム大会への参加をキャンセルファンや関係者から非難を浴びたなお上記エピソードやそのキャラクターとは裏腹にかなりの学生プロレスマニアで新日に田橋博が入門してきた時におい はめ、ひろし、たなはシの学プロ初期のリングネームと声をかけたことある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。